はい、どうもゴリラスタジオです。今回プレイしていくゲームはゴーストオブツシマになります。元寇っていうモンゴルが日本に攻めてきた話があるんですけど、モンゴル軍の侵攻に抵抗するお話ってなっております。まあ、この主人公の酒井仁って人はね、このモンゴル軍の侵攻に対して武士団の一員として戦ったんですけど、まあ、この酒井仁以外全滅したと。でこの対馬が舞台になってるんですけど、その対馬を守るために酒井仁一人でモンゴル軍と戦うっていうお話になっています。それでは本編スタートしていきましょう。どうぞ。お、旗、何国、小島、田浜、さす浦、めっちゃリアルやな。やばっ。蒙古国が対馬に襲来した。蒙古国っていうのがあれやな、元やな、元寇、血も涙もなく、モンゴル、元やんな、元でやってるよな。ただひたすらにゾロの声や、叛逆だ、映画やな。我が方は80、少な、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。ほうほうほう。俺はこの命を捨てる。クソリアルやな。船が海を覆っている。俺こいつか、この人か。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ。なんか聞いたことある声。それが我らが道だ。黒ひげか。我らこそ島の勇士。黒ひげとゾロやん。我らこそモノノフだ。ウェーイ。奴らの息をくじいてまいる。ん？よ。え、一人で行くの？何これ？足立さん一人で行ったで。めっちゃおるやん敵。80人で勝てんのこれ。え、足立さん一人で行っちゃったんやけど。大丈夫？何しに行ったん、あの人。交渉しに行ったんかな。あ、当たったんやん。めっちゃ怖いやん、モンゴル人。よく聞け。腕に覚えのものあらばいでよ。あ、一騎打ちか。なだ、チームリーダー。チームリーダー来たぞ。なんか強そうなやつ。装備やばいやん。ちょっと持ってるんかな。ほんまにこんないかつい装備やったんかな。我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。言ったれ足立さん。いや、何？うわ、え、燃やされんの？え？え？え？足立さん。マジかよ。侍、我に下るか。怖っこいつ。おまれなき者には情け無用。さあかかれ。行くぜ。うらー。え、うわ来た。え、速攻やん。へい。え、これなんかチュートリアルないの？え、うらー、ぶっ殺しやるぜ。え、当たる当たる。危ねえ。お前ら当たったん、よくも。うら、死ね死ね死ね。うら、え、あ、やばい、遅くね今。死ね死ね。いや、死ね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 。あら、うわ、当たっちゃった、なんかに。あ、え、めっちゃおもろいんやけど。やばいって、死ぬぞ。うわ、うわ、これか、チュートリアルかこれ。え、いや、うわ、え、うろ、ジン、ついてまいれ。わし、ジンね。オッケー。大勢の仲間が、あ、この命に変えて、おお、前進せねばならないぞ。おお、志村殿、志村殿、志村かんか、志村さんか、この人。めっちゃ強いやん、俺ら80人で応募してるやん。敵将を逃してなるものか。イエス、物ども続け。うぇーい、
猛虎どもの新手だ。うら、え、どうやって殺すのこれ。うい、おい、え、ちょっと待って、チュートリアルないんこれ。あ、待って待って、え、は防御、はい、オッケーオッケー。いや、クソむずいんやけど。俺ちなみにこれ難易度マックスでやってるからさ、めっちゃむずいぞこれ。死ぬんちゃうか。いや、これむずい動かし方。はい、死ね死ね、ゴミ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 。これ強くね。うわー、負けるかー、死ね。死んどけ死んどけ。あ、痛い、あ、ワップで死ね。あ、やばい、これ2発ぐらい当たって死ぬ。やばい、味方どんどん死んでる。なんかこいつら逃げてんの。ほら死ね。え、一発やん。はい、死ね。まあ、チュートリアルやからやろうな。はい、死ね。あや、いや、あぶね。もう2発ぐらい当たって死にそうじゃない、この赤くなり方。さあ来い。はい、無駄、ジャンプ切り。あ、これ、これでしゃがみか。行くぞ志村さん。もはや我らのみ、わしらだけ。うわ、危ないで、敵将を撃たれへんの。あれ、撃ち取るのみ。あ、津島の民が、あ、殺されてる。津島の民が、こいつら絶対許さんぞ。あ、一般市民がめっちゃ殺されてる。来たぞ、あれが敵将。俺ら二人でやれんの。できています。ここで決着をつけるぞ。うっす。え、二人で、よー、行くべ。うわ、うわ、あ、え、嘘、死んじゃったん。志村殿、矢受けてるやん。うわ、したいよ。あ、志村、え、殺されるんじゃん目の前で、志村さん。あ、背中の傷は剣士の恥。ゾロちゃん頑張れ、ゾロちゃん。ジン、あ、ジンやばい、あ、気絶しちゃったん。映画やんこれ、もはやマジで。バリ強そうやなこいつ。あ、いやー、グロ。捕虜か、志村さんは捕虜になるんか。え、頭下げてるやん。我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。フビライハンや、チンギスハン、懐かしい。日本語こんなペラペラじゃないよな、絶対こいつら。聞け、お前は戦士だ、そうであろう。ああ、何、生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。何、殺されんの。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの名を飼いならし、焼き払った。汗かいてる、すげえ。今一度己に問う、侍よ、我に下るか。下らぬ、貴様ごときに。だろ、志村のおっちゃん。でも俺死ぬってなったら俺も多分敵に降参するな。あー、やめてー。いや、あ、マジか。これが志村さんやんな、今の。はあ、マジか。こいつだけか生き残ったジンで、こっから復讐していくって。お、丸押す。え、なになになに、
何その落ち葉。さあ起きろジン、復讐の時だ。現に殺すなり全員殺してやるよモンゴル人。あ、気絶してあとね戦った後か。うわめっちゃ悲鳴聞こえるねんけど。あー痛そう。勝つで。これどこや。何、いかにしてここへ。うわ血出てるやん。わし調べる。武具はない、食料のみ。レンコンうまそうやなこれ。綺麗やね。誰かが俺を見てくれた。血ですね。離れねば。大量の。え、だだだ、熱っ。うわもう子供めっちゃ敵おるやん。どうしたらいいんこれ。ん、あ、こっちか。だいぶ傷深いねこれ。多分隙間を通る。誰かが俺をかくまってくれた。あ、元気になった。そのものが太刀を探せ。あ、これしゃがんでいくのね。ん、のろしずつを使わせるな。やばっ。え、これむずくね。どうやっていったらいいんこれ。誰も気づかん。調べる。なるほどね、足跡この中に入ってる。いやバレそう。どっかにおる。太刀を探せ。誰が歯を研いでおった。おお、武士か。なるほどね。どこや。俺の鎧。鎧オッケー。壊れておる。だがあるだけありがたい。タチ、なんかやめろーってめっちゃやばいぞ。怖いわこのゲーム。武器ないん。家から出るしかないんかこれ。出まーす。うわうわうわ、あー行く。中に戻って早く。こ、え、リアル。傷はどう。走れそう。かわいい。おそらく好き。タチはここにはない。私に任せて。ほら隠れろ。え大丈夫。あ、殺さないで。え大丈夫。おめえを出せ。少しならあるから持って行って。やっぱ大丈夫。いや嘘泣きやなこれ。絶対やるんちゃう、あの女の人。いや次よ。くのいち、この人何者だ。ユナってな。ユナ、ユナ好き。かわいい。タチが欲しいならついといて。ついてく。タチなくてもついてく。数日島の半分が乗っ取られちまったよ。マジかよ。ん、バツか。オッケー。ユナ、あ、はいはい、すいません。かがんで。え、バレた。何今のバレそうやったん。ふわんってなったけど。どうする。こっち。はい、ついてきます先輩。あ、あ、ごめんなさい先輩。あ、助けようなんて思わないで。民の命が。
クソ、クソどもが。志村殿は戦場におられたか。どうやって行くの？知らない。志村さん、志村さん、首切られとったやん。大丈夫かな。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺人か。地頭の甥の。そうだよ。して叔父上は生きておいでか。叔父上。おそらくね。もうここに囚われてるけど。捕まってるんか。場所はわかるか。東の海岸沿い。金田の木であろう。金田城。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ。なぜ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くわ。いやあ、殺される。あー、殺された。でも剣ないから俺何もできへん。うわ最低やなこいつら。皆殺しにしたろ。今はこらえて行くよ。皆殺しにしてやるわ。あ、立っちゃった、ごめん。待って。はい。消えた。武装しておる。島中駆け回ってるよ。やば。みんな奴隷にされたり取って。奴隷にされてるんや。あ、あ、立っちゃった。 あ、ジャンプしちゃった。あ、ちょっと待ってください。あっぶね。なんて気づかんね。トゥルトゥ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 。あー、飛んじゃった。ジャンプ力半端ないなこいつ。操作全然慣れてないわまだ。隠れるところがない。丸なんなんや。あいつに見つかっちまう。いやー、ごめんなさい。待って、何。荷車が。ぶな、バレよった。荷車。いやー、バレよった。はいはいはい。早く。はい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 。お、もうユナ先輩おらんかった。俺怖すぎて歩けへんねんけど。安定だ。屋根を守るしかない。オッケー、おいっす。屋根に登り戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。撃ったんや。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。いや、殺されてる。もう敵の武器奪ってよくね。そんな大事な太刀なん。空手じゃ心もとない。使いそうなものもらっときな。武器を武器というのか。持ち主はとっくに死んでる。盗もう盗もう。これか持ち主。かわいそうに。武士こんだけ全然ないや。え、あ、あ、オッケーオッケー。これも武士ね。他に武士は。あー、ごめんなさい、走っちゃった。ちょっと操作慣れてないんでお許しください。はいよ。太刀を買ったやつはこの先に住んでる。ういっす。死にまくってんな。まずいね。もうここに見つかったんだ。見張って俺が調べよう。太刀さえどこかにあるはず。太刀さえあったら全員殺せるよ。よし、これか。お、見っけた。かっこいい太刀やな。我が名は堺人。え、ちっちゃくなってる。地頭である志村殿の甥。臆病ではない。おお。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。
これは酒井家の宝刀。師匠なんですね。戦を沈め命を救ったたちだ。師匠と呼ばせてください。殴られたのか。いえ、身を守る術を教えてやろう。心得ています。これがチュートリアルかな。刃を操るには何よりもまずその心を沈めねばならんぞ。できます、叔父上。叔父上、そうか。精進いたします。さあ、チュートリアルですね。やるべ。さあ、組手かな。稽古の成果を見せてみろ。さあ、足を打ってみよう。はい、了解っす。おじ上、おじ上、あいよ、せい、は。いいね。打ってこい。強打。おお、なるほどね。お、なんか決まったぞ。はい。よいしょ。せい、は。で、月。うん。月結構時間かかるね。月。あ、避けられた。よろしい。さように戦えれば、あざをつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。では、そのあざをつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手から、いかにして身を守る。ちょっと待って。全力で迎え撃ちます。砂を浴びせ、鼻を折ります。それから、滅多打ちにしてやりましょう。やられたらやり返す。これは誇りのない。屋敷勝利だ。ごめんなさい。武士たる者を敵が卑劣であろうと自らは堕落することなく己の義を貫け。はい、志村先生。忘れてはならぬぞ。はい、おじ上。はい、おじ上。ではわしの防御を崩せ。おっす。酒井陣が勇ある武士だと示してみよう。イエス。これなんかマークとかできんのかな。あいやーでせいはいほいせいはでやおら死ねごめんじじい親父ゴミくぞ親父おら死ね親父おらあれすいませんはいじじいやめよ降参だ。じじい加減しましたね。しておらん。太刀であったらわしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、さあ来い。次はわしの攻めを防いでみろ。来な。手心を気するでないぞ。はい、よく防いだな。はい、良い構えだ。はい、甘いです。おじ上、疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせよ。回復。よし。あ、減ったアイテムが。あー、記録を消費したら回復したり技を繰り出したりする。今回復に使ったな。敵を倒すか受け流しが成功すると気力を回復する。 OK。 では受け流しを教えよう。これね、わしの動きをしかと見ていろ。イエサ、打ち込まれたらすかさず防げ。はい、これね。うま、俺。はい、ほい。無駄です。おじ上、上達しておるな。良い構えだ。だろ、休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。なんだと。それでは槍が相手の稽古を始めよう。槍、違うよ。私の槍をかわし、お前急に来んな。切り返してみよう。はい、よし、その位置だ。はい、ほい、よいか。ほい、かわしたらすぐさま攻めろ。いやさ、はい、でい、さ、へい。ついた後の隙を見逃すな。ほい、あいよ、よい、切り返しだ。あ、せい、せい。ほい、え、俺強くね。最強の戦士じゃない。いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。刀比べ、叩くな。一つ賭けでもしよう。先に5本打った方が遊戯を決めるとする。遊戯って何。ではタコにしましょう。晩飯ってこと。さあ来い、ジジイよ。はい、無駄ですよ、じいさん。はい、はい、じいさん。えっ、お見事です。えい、さ、いや、えい、月、えい、さ、ありゃ、
俺強くね俺強くね、強くないっすか俺。飯の前にこれ最高難易度ですよ。代々当家の武士は規律を守ってきた。何ですかその規律は。何を重んじてきたかわかるか。忠義、主への忠義。うっ待って、己を律すること。もう俺武士や。申してみよう。民を守る。誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。シリ反応してんけど。え、電話来た。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れと。ちょ待って、父から電話来た。父の言葉の時に父から今電話来た。民を守ること、己を守れぬ者ら。ちょっと待って父、お前は優しいな。民を守りますってことね。まずはちょっとパパ待って、主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。はい。たやすく思えますか。行うは形だ。わかりました。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。それが武士ですね。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。誉れってまあ誇りみたいなもん、名誉みたいな。アフノテルサムライ。お、刀を見つけ。ヌチェサムライ。サムライを舐めるとどうなるか。見せてやろう、槍使いよ。俺は志村の弟子だ。さあ、初めての戦いですね。はい。はい、甘いです。あれち、ブルチ、不死にたら。ワンパンやん。え、ああ、見つけたんだね。馬はどこに。俺強くね、わし。来て。ちょっと父の電話出てみます。